ホセルネイギータサパタは、コロンビアメディジン出身の元サッカー選手。元コロンビア代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。長らく、コロンビア代表のシンボルとも言える存在だった。ペナルティエリア外へ飛び出し、相手のスルーパスをカットするスイーパー的な役割を担ったり、ドリブルで敵陣深く攻め上がり決定機を生み出すパスを供給するなど、それまで存在しなかったような、 全く新しい GK であった。クラブ少年期には FW を務めていたが、ある日欠場した選手の代わりに GK を務めたことから、GK としてプレーする様になった。選手生活の大半を、コロンビアプロサッカーリーグのナショナルメデジンで過ごし、同チームの幾多のリーグ優勝に貢献した。1989年には、コパリベルタドーレス決勝では4本の PK を止め、 自らは PK を成功させ優勝に大きな役割を果たした。また大会中は2ゴールを決めた同年12月のトヨタカップに出場。当時世界最強と言われた AC ミランと対戦し、延長戦の末に0から1で敗れた。2007年にはベネズエラのグアロス FC と契約を結び、40歳で現役復帰した。翌年はコロンビアに戻り、 デポルティーボ・ペレーラに所属していたが、2010年1月に、再び現役を退いた。代表コロンビア代表の一員としても長年に、渡ってプレーし、68試合に出場した。しばしば、セットプレーにおけるキッカーを担当し、フリーキックとペナルティーキックから8得点を、記録している。1990年のワールドカップ、イタリア大会決勝トーナメント1回戦。 カメルーン戦では、ハーフウェイ付近で、ロジェミラをドリブルでかわそうとして逆にボールを奪われ、ゴールを決められるというミスを犯した。試合後、シュートの瞬間に、真後ろからミラの足めがけて、スライディングに行ったことも含め非難を受けたが、本人は全く後悔していないとコメントした。1995年9月、イングランド代表との親善試合で、 イギータは両足を揃えて飛び上がり、エビゾリになって、頭越しにボールをかかとで蹴り返し、ジェイミー・レドナップのループシュートを防いだ。2008年12月、以前所属していたレアル・バリアドリードのゴールキーパーコーチに就任した。1993年6月4日、麻薬王、パブロ・エスコバルによって、麻薬組織の大物、カルロス・モリーナの娘が誘拐された事件に介入し、逮捕された。 犯人グループへ身代金を渡したことの報酬として6,400ドルを受け取ったため、事件から利益を得ようとする犯罪であるとして、7ヶ月間投獄された。長期間、刑務所に収監されていたため、1994FIFA ワールドカップに出場できなかった。南米予選においてアルゼンチンに圧勝したことなどからコロンビアは優勝候補に挙げられていたが、 イギータを失った同国はグループリーグで敗退した。2004年11月29日、会回陽性反応により逮捕された。2005年、サバイバーに似たテレビ番組ライスラデローズファモソス、ウナーベントゥーラピラータに参加した。2008年4月、コロンビア代表のコーチ就任を希望し、活発に政治的な活動をしたいと表明した。2009年11月、 イギータの息子、クリスティアン・アンドレス・ヒグイタは、コロンビア一部リーグデポルティーボカリに所属し、南アメリカ U-15 に選出された。メデリン時代にイギータを指導したフランシスコ・マツラナは、闇雲にペナルティーエリアを飛び出したりするわけではなく、彼なりの考えがあってのことだろう。と述べていた。ありがとうございます。